3、2、1、0。11月15日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。11月の15日、今日は昆布の日です。ところで昆布といえば、励ます、頑張れー、それは鼓舞する。わかった、今日配達あります、それは鼓舞。そんなことはどうでもいいんですが、今日も頑張ります。お供え即用、志のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。今日はローストビーフに青み山椒をつけて食べてみました。ローストビーフに青み山椒をつけると強烈に濃く旨味が吹き出してきます。この強烈に濃い旨味を体感してしまうと、もうローストビーフ単体では食べられません。引き返せなくなる味です。まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやん。